チームで前進していくことを前提で戦略を考える必要があるので、他のカードゲームとはまた違った面白さがあるのではないかと思います。なるほど。では攻め込んでくる敵を対処しながら敵陣に攻めていく必要があるんですね。そうですね。では続いて具体的には何をしたら勝利できるんですか？そうですね、勝利条件は大きく2つあります。1つは士気です。両軍はお互い総士気というものを持ってまして、その相手の士気をゼロにさせると勝利になります。士気を下げる方法はいろいろありまして、敵の部隊を撃破したり城門を破壊したり城壁を崩すことです。2つ目は敵の指揮官を直接撃ち取ることです。そうすると無条件で勝利になります。まあ、つまり戦略次第で様々な戦い方ができるということですね。そうですね。アゲンストのキャッチコピーとして千人千色の戦略という言葉をつけてみたのですが、それぐらいプレイヤーによって様々ないろんな戦略が出たらいいなと思いながら開発しました。対象プラットフォームは何になりますか？ iOS と Android でリリース予定です。それでは最後にアゲインストウォーの今後についてヤドプロデューサーから発表をお願いします。はい、まずはこちらをご覧ください。アゲインストウォーはエリア限定でソフトローンチをさせていただきます。時期は追って発表させていただきます。対象エリアはこちらになります。またソフトローンチに対して事前登録キャンペーンを開催いたします。事前登録達成人数に応じて様々なプレゼントを